ハッピーオーラがコンセプトの日向坂46ですが、我慢の限界を迎えて本番中にブチギレしたメンバーがいます。冠番組の MC に名前を覚えてもらえなく怒ったり、後輩にはかっこいい姿を見せたいがために怒ったメンバーがいます。さらには怒るイメージのない丹生さんがあるメンバーに対して怒ったことがあるのだから驚きです。今回は本番中にブチギレした日向坂46のメンバーを紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。斉藤京子。日向坂46の1期生メンバー斉藤京子さんはバラエティ番組でたびたびキレた表情を見せています。斉藤さんは日向坂46の冠番組である日向坂で会いましょうにてメンバーの暴露にブチギレました。まず自分自身のことについてカミングアウトする企画で、斉藤さんは東村芽依さんにだけは女になってしまうと告白しました。一方他のメンバーにはサバサバした対応で、日向坂46の元メンバーである渡辺美穂さんは、私はこっちみんなよって言われると斉藤さんにひどい扱いをされていることを暴露しました。その後スタジオでは実際に東村さんと渡辺さんに対する斉藤さんの振る舞いを検証することになり、斉藤さんは東村さんには甘えた声で話しているのに対し、渡辺さんに声をかけられた際には見てんじゃねえよとブチギレた姿を見せました。東村さんに好きと甘えていた顔から渡辺さんに声をかけられると一瞬で機嫌の悪い怒った顔になって、声も高い声から低い声になるという表現ぶりにスタジオのメンバー MC のオードリーも大爆笑しました。斉藤さんは別の仕事現場でも一人で飛び跳ねて可愛こぶっている時に2期生にマジで2期生は見ないでとブチギレしており、2期生にはそういう一面を見せたくないと話しています。このことから2期生には甘えた姿を見せず頼られたい思いがあり、だからこそ同期の東村さんにだけはクールで男っぽい一面やスポーツが得意なことなど斉藤さんとは真逆の魅力を持っていることに惹かれて甘えてしまうのだと考えられます。また別の放送では渡辺さんの2代目ぶりっ子王座決定戦という企画で、メンバーがぶりっ子を天然でやっているのかわざとやってるぶりっ子なのかを発表する企画がありました。最初に斉藤さんがターゲットとなり、渡辺さんがどっちだと思うか聞くと、どうせやってるなんでしょとイラついた様子を見せて、オードリーの若林さんにイライラしないと突っ込まれました。そして潔いですねと渡辺さんからわざとやっていると発表された後は、斉藤さんは鬼のような怒り顔を見せました。このように斉藤さんはバラエティでブチギレてはいますが、どのやり取りにおいてもスタジオでは笑いが起きています。これは斉藤さんがわざとあざといぶりっ子キャラとサバサバしたキャラを演じ分けることでもたらしてきたものだと考えられます。渡辺さんに対しては多くのアシュラ対応というサバサバした対応をしてきた斉藤さんですが、渡辺さんのグループ卒業が発表された時にはブログで、美穂は日向坂46にとって欠かせない存在であり象徴でしたと明かしています。またブログのタイトルがアシュラ対応をいっぱいしてきてごめんねということもあり、本当は大好きなのだということがわかります。佐々木久美。日向坂46のメンバーでグループのキャプテンである佐々木久美さんはグループ全員にキレたことがあるメンバーです。それは東京アイドルフェスティバル2017、通称 TIF での出来事で、ファンの中でも語り継がれている TIF 激怒事件です。当時は改名前のひらがなけやきとして活動していて、TIF2017 では欅坂46のステージに出演していましたが、メンバーはパフォーマンスでミスをしても反省しておらず、そういうメンバーが多いことに佐々木さんは、みんな悔しくないの?と激怒しました。あるインタビューでは当時のことを振り返り、自分たちのライブもなくて欅坂46さんのステージにちょこっとだけでも出させていただくだけでもありがたい状況だったのに、満足のいくステージにできなかったことが悲しいし不甲斐なくてと明かしました。佐々木さんはステージから楽屋までのバスで自分の思いを言うべきか言わないべきかとても悩んでいて、それでもこのままだったらひらがなけやきは変わらないなと意を決して伝えました。インタビューから推測するに、この激怒した時期は佐々木さんはまだキャプテンではなく、キャプテンでもないのに自分の言うことがみんなに伝わるのかという思いや、怒ることでメンバーとの距離が離れてしまうのではないかなどの葛藤があったと思われます。メンバーの加藤さんも話していましたが、その中で勇気を出して怒った佐々木さんはグループのことを一番に考えて行動するメンバーで、今の日向坂46があるのは佐々木さんのおかげだと言っても過言ではありません。
またキャプテン就任後も佐々木さんは冠番組でグループの空気を引き締めることがありました。ひらがな推しにて3期生の上村ひなのさんのことを知るためのクイズをメンバー全員で答える企画の時に、オードリー春日さんが大丈夫ですか、いいねとメンバーに問いかけましたが誰も反応しませんでした。それを見た佐々木さんがみんな返事しようねと怒った顔で言い、それに対してメンバーははいと返事をしました。返事について佐々木さんはインタビューで、学生時代に所属していた吹奏楽部で返事に対して厳しさと大切さを学び、グループ活動でも返事ができていない子にはやってほしいなという気持ちで自分から大きい声で返事をするように心がけていると話しました。人に言う前に自分がしっかりできるようになるという意識はさすがキャプテンと言えますよね。これらのエピソードから分かるように、佐々木さんはただ単に切れたのではなく、グループのこれからのことを考えて怒っていたことが分かります。高本彩香。日向坂46の1期生メンバーである高本彩香さんはバラエティでメンバー以外の人にも切れたことがあります。それは日向坂46が改名前のひらがな欅時代の時に放送していたバラエティ番組ひらがな推しでのことです。ヤングチームとアダルトチームで分かれて対決する企画でクイズバトルがあり、時間切れになると同じチームのメンバーの顔面に巨大スタンプが押されてしまうというゲームがありました。アダルトチームの高本さんはスタンプを受ける立場になりドキドキしている中で、チームのメンバーが必死に答えますが、オードリーの春日さんが問題を読み終えた時点で巨大スタンプが近くまで来ていると抗議しました。若林さんもそれに賛同すると、高本さんは問題を読むのが遅いのでもっと倍の速さで読んでくださいと春日さんに怒り、春日さんは普通に怒られたとへこんだ様子でした。また別の放送での早押しクイズ対決ではメンバーの東村芽衣さんに激怒していました。企画としては真のおバカメンバーを決める対決で、クイズに正解すると他のメンバーからポイントを奪えるというもので、問題に正解した東村さんは誰からポイントをもらおうか悩んでいました。すると若林さんから、高本と仲いいんでしょと悪い顔をして東村さんを煽りました。高本さんはすごく嫌がって、やめてやめてと何度もお願いしていましたが、結局東村さんは高本さんからポイントを取ることにしました。ポイントを取られた高本さんはかなり怒った様子で、もう何もしないよと普段東村さんが番組中に聞き取れなかったことを伝えてあげるなど、お母さん的なことはもうしないと脅す口調で言い放ちました。結局次の問題で高本さんは正解して、東村さんからすぐにポイントを取り返したので事なきを得ましたが、高本さんのやり返してやったと言わんばかりの表情はとても怖いものでした。とても仲良しだからこそ番組ではそういう展開になってしまいますが、それも番組内で笑いとして成立しているので仲の良い2人もいいですが、たまには喧嘩した姿も見せてほしいです。高瀬マナ。日向坂46の1期生でマナフィーの愛称を持っている高瀬さんは、バラエティで自分の名前をなかなか覚えてもらえないという理由でオードリー若林さんに怒ったことがあります。それは冠番組ひらがな推しでのことで、グループが結成され番組が始まった当初は若林さんもメンバーの名前を覚えるのに一苦労でしたが、佐々木美玲さんのことはささみ、佐々木久美さんはささく、高本彩香さんはおたけなど、すっかりあだ名で呼べるようになりました。しかし高瀬さんのことは未だに顔と名前が一致せず、トークをしようと手を挙げている高瀬さんに対して視線をキョロキョロさせて、じゃあ高瀬と他のメンバーとは明らかに様子が違っていました。そのことを振り返った映像を見たメンバーもひどいと悲鳴を上げて、高瀬さんも笑ってはいましたが内心は怒っているようにも見えました。また高瀬さんは若林さんを見るとどのメンバーが好きか分かってしまうという不満を明かしました。高瀬さんを愛称であるマナフィーで呼んでほしいと伝えましたが、若林さんはちょっとなと躊躇しました。しかし小坂奈緒さんの愛称小魚については、小魚っていいねと明らかに態度が違うことにかなり怒っていました。若林さんは他にもそのようなメンバーの格差を生むような振る舞いをしており、そんな姿を見て高瀬さんは若林さんを見るとどのメンバーが好きか分かってしまうと明かしました。それについては他のメンバーも賛同しており、加藤さんは若林さんについて、高本のことは本当に好きなんだなと思うと言い、富田鈴香さんは男の目をしていると不満げに明かしました。しかし今ではマナフィーと呼ばれていて、小坂さんへの悲喜はあるようですが、番組ではそれも笑いにするほど仲良しなやり取りが見られます。小坂奈緒。
日向坂46の2期生メンバー小坂奈緒さんはバラエティで可愛らしい怒り姿を見せることがありました。小坂さんは若林さんの推しメンでもあるので、日向坂で会いましょうで若林さんに無茶ぶりをされた際に照れながら怒っています。まずぶりっ子なメンバーを決める第2回ぶりっ子選手権という企画で、ぶりっ子戦士プリキュアが本当にピンチな時に使う必殺技はというお題に小坂さんが指名されました。小坂さんは両手を顔の横に持ってきて、ライオンのような仕草でガオガオーっと必殺技を披露し、メンバーや MC のオードリーさんから可愛いと歓声を受けました。その後小坂さんは恥ずかしそうな顔でお立ち台から早足に自分の席に戻りましたが、オードリーの若林さんは可愛らしい小坂さんをいじめたくなり、再び同じお題に指名されました。すると小坂さんは苦笑いをしながら持っていたボードを叩きつけるような素振りを見せ、若林さんからは珍しく小坂が怒っているといじられました。恥ずかしいから嫌だなと思いながらも頑張って披露したのに、連続で当てられまたやらないといけないのかと我慢の限界に来て怒ったのだと考えられます。別の放送ではメンバーが描いたイラストを当てるゲームがあり、影山優佳さんが描いたイラストを宮田真奈美さんが当てる場面がありました。影山さんが描いたイラストは日向坂46には絶対にいないようなひどい顔の女性でしたが、宮田さんはそれを小坂さんだと回答し、スタジオは失笑し微妙な空気が流れました。そのひどい顔の絵を描いた小坂さんは苦笑いとともにかなり怒っていて、宮田さんに謎の投げキスをされましたが呆れた様子でした。小坂さんは影山さんの絵はとてもひどかったのに、自分はこんなひどい見た目に見られているのかという気持ちで怒ったのかもしれません。小坂さんはメンバーからも可愛がられていて、オードリー若林さんは小坂さんをかなり贔屓しているので怒った様子を見せていますが、本心はとても嬉しかったのではないでしょうか。二部あかり。日向坂46の2期生で二部ちゃんの愛称で知られる二部あかりさんもブチギレたことのあるメンバーの一人です。二部さんは天真爛漫で常に明るく、あまり怒る姿が想像できないですが、メンバーからは怒らせたら終わりだと言われています。そんな二部さんは金村美久さんとプライベートで遊ぶ予定をしていましたが、金村さんにドタキャンされて怒ってしまいました。金村さんはラジオで急遽行けなくなったと話しており、もう一生絶対ドタキャンしないと誓って仲直りをしたそうです。二人は同期であり親友の関係で、だからこそ二部さんはどうしていきなり遊べなくなったのか、約束を破られたことが理解できず怒ってしまったのだと考えられます。正月には旅行もしたという二人は普段から一緒によく外出するほどの仲良しで、金村さんが怒った二部さんのモノマネをしたのですが、それほど仲がいいということが伺えます。ファンにとっては意外なエピソードですが、約束を破られて悲しいという二部さんの純粋さがそうさせたのかもしれません。それからは二部さんが金村さんに対してブチギレた話がないので、今後もブチギレた話ではなく仲の良さを感じるエピソードを聞けることを期待したいです。高橋美久に。日向坂46の3期生でグループ1の高身長メンバーである高橋美久にさんは、日向坂加入前の幼少期のブチギレエピソードがあります。高橋さんは日向坂で会いましょうで3期生の素顔を引き出す企画の際に幼少期のブチギレエピソードを明かしました。高橋さんが5歳の時の話で、自転車の練習の時に自分の思い通りに動いてくれないハンドルに対して大激怒したそうです。その時のことについて高橋さんは、ハンドルを右に向けたら右に曲がるとかまだわからなくて、自分はまっすぐ行きたいのに全然言うことを聞いてくれないのでイライラしすぎて自転車を蹴ってしまいましたと話しました。そして買ったばかりだったという自転車を蹴ってしまって親に申し訳ないと後悔していました。周囲からは真面目と言われ、中学時代は学級委員長を務めていた高橋さんのやんちゃな一面とも言えます。森本マリー。日向坂46の3期生メンバーの森本マリーさんもバラエティ番組で、日向坂加入後ではないけど幼少期の狂気なブチギレエピソードを披露しました。森本さんは幼少期フランスのパリに住んでいたのもあり、日本に帰ってきた際になかなか周りに馴染めなかった中で、森本さんのある行動がかなりの大事となったそうです。4歳で日本に帰国した森本さんは日本語に苦労していたのですが、ある日森本さんは同級生から嫌なことを言われていました。でもその時は何を言われているのかは分からず、どう返していいかも分からなかった森本さんは相手の腕を噛んでしまいました。すると噛んだ跡が残り、親を呼び出されるという大事にまで発展してしまいました。
森本さんのとりあえず噛みました発言には一同驚愕していました。森本さんも相手の腕を噛んでいるのでどちらが悪いかというのは分かりませんが、それだけイラついての行動だと予想されます。竹内きらり。日向坂46として2022年に4期生として加入した竹内きらりさんもバラエティ番組でのブチギレで早々にキャラクターを見せました。それは日向坂で会いましょうでのことで、2期生の2部さんもびっくりするほどのブチギレでした。番組では新加入した4期生のリアクションをチェックするということで、箱の中身は何だろうなを先輩と対決する形で行われました。本物のヘビを当てることになった竹内さんは、ヘビを見たメンバーの驚愕したリアクションを目の当たりにし、もうと早速ブチギレていました。そしてヘビにはまだ触っていないにもかかわらず、箱の中に手を入れた瞬間に、もういるってと叫び、かなりテンパった様子を見せました。その後もヘビを触るたびに叫んだり、何これと言ったり、ずっとブチギレていました。この回について竹内さんはブログで、まさかヘビが箱の中にいると思っていなかったのでびっくりしましたと書いていて、本当に何がいるかわからない状況でパニックになっていたのと、周りの明らかに恐れている反応だったことへの恐怖からブチギレにつながったのだと考えられます。その切れる様子に後ろにいた二部さんはびっくりを通り越して少し引いて竹内さんを見ていました。グループに加入して間もないのにテレビで自分を前面に出している竹内さんは、今後大物になる予感がしますし、そうさせているスタジオやメンバーの雰囲気の良さも感じられました。今回はブチギレした日向坂46のメンバーを紹介しました。日向坂46は可愛さ、あざとさ、天然さなどを駆使してバラエティ番組で面白さを出していますが、ブチギレしてもそれが笑いにつながっています。それはメンバーとの関係性がいいことはもちろん、MC のオードリーの2人との関係性も良かったり、スタジオの雰囲気が良かったりと、様々なことを総合してのことだと思います。これはどの坂道のグループにもない日向坂46の良さだと感じられますので、ブチギレる姿も含めて日向坂46の活動に注目していきたいと思います。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。